はい、ということで、ですね、えー、本日は NPO 法人ラブアンモリプロジェクト代表理事で隊長、えー、をされている、えー、後藤誠んさんにお話を伺ってみたいと思います。後藤さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。ははい、いいい、よろししくお願いいたします、はいえー、早速なんですけども、えー、今現在、ですね、どのような夢やビジョンをお持ちでしょうか。はい、あの 違いを生かし合い、認め合う社会を作りたいという思いで活動しておりまして、で特に私はあの青森放送というところでアナウンサーをさせていただいていたご縁で、あの東京在住出身なんですが、青森の地域活性化を通して、えー、まず青森の力、えー、そんなことを実現していこうというふうに活動しております。なるほどですね、えー、それいった今 あの話してくださったことをこう具現化していくためにこうどんな目標だったりとか計画というものをお持ちなんででしょうかそうかそすねあの、まあ、とにかくこうお互いのコミュニケーション能力をこう高めるってすごく大事だと思ってまして、まあ、私はこう話すということをずっと職業としてきたんですけれども。 あのまあ、こういう地域活性化の活動を始めた時にこう正しくこうニュースを読むとか、えー、そういうことじゃなくてやっぱりこうビジョンを語ることの重要性とかそんなこともこ,うこの123年の間でこう経験してきたんですね、えー、なのでその思いを言語化するっていうことだったりとかまずその前には明確にするっていうことも必要ですし、えー、そしてそれをしっかりと第三者に伝えるような言語化するっていうことでそこには、まあ、スキルは何よりはあった方がいいということでですねあの、まあ 気づけば、まあ私もそこにこうあの。 スキルはもともとありましたけどアナウンサーだったのででもそこをこう,うまく思いを言語化するとか第三者の方にこう伝達していくっていうところは私自身も経験して掴んできたノウハウであるんですがでもふと見渡すとやはりそこのこう話すことにこう悩んでいらっしゃる方も非常に多かったりとかやっぱりこうビジョンが描けないとか、えー、いろんなことに悩んでる方が多いなというふうに思いまして、まあ、そこもサポートすることによって、えー、より各地域に輝くリーダーが増えていく。 でそんなあの自らが輝いて周りの人たちを幸せにできるそういう縁ある人たちをこう幸せに導けるようなリーダーが増えていくことこそがあ地域が幸せになっていくことだなというふうに思いまして、えー、そんなことをこう私の縁ある場所、えー、もちろん東京の、えー いらっしゃるご縁の方もそうなんですが、えー、なかなかこう情報が届きづらい青森県の地域にも自らこら足をこう毎月運びまして、えー、そこで、えー、いろいろなことをこうワークショップや研修セミナー、えー、いろんなイベントなどを通じて、えー、伝達することによって仲間を増やしてそんなリーダーを育成する、まあ、育成するというのはちょっとおこがましいんですけどそんな仲間を増やすという活動をずっと行ってます。 なるほどですね、アナウンサーっていう,こう見発信することがあのまあ中心のようにあの見えがちな職業だったかもしれないですけどそこからあの人と人とのこうコミュニケーションだとかそのさらにはこう地域っていうところにまで、えー、こうかく活動のね幅があと深さがこう広がっていくっていうところですが後藤さんの人やそういった地域に対するこう愛情の深さをねすごいね はい、私、聞いてて感じましたね。はい。そういった、じゃあ次の質問にちょっと進んでいきたいんですけども、あのそういったこう、まあ、目標や計画をこう実践されていく中でのこうポリシーというか、大切にされている何か活動指針のようなものがありましたら、え教えていただけま,すか、はい、あのまず人と人とがつながるとか、あと人が学んで成長するとか、 えー、そういう場面で一番大事にしていることって安安心安全な場作りだと思ってるんですねなのであのセミナーをやるにしてもイベントをやるにしても、まあ、ちょっとした交流をする場だとしても、まあ、その場がこう。あの でしょう批判とかあの否定とかがない安心安全な空間お互いがこう受容できるような共感し合えるようなそんな安心安全な空間をこう作り合うっていうそういうことをすごく大事にしてますさらにそういった安心安全をこう作っていくっていう時にこうよりこうまあいろんなケースがあるとは思うんですけどもなんかこれが特に大切なんだなってあのこう思ってる。 なんかこうキ,キー概念というか何かちょっとキーワーワドののようなのもあったりしますかそうですねなんか私自身もこういろいろこう自分の生き方を悩んだりした時に出会ったのがやっぱ心理学だったんですけれどもあの選択理論という心理学を学んで、えーまあ、それがこう自分をこうセルフコントロールするにとても役立った心理学としてあの、まあ、そこがちょっと礎になっている部分もあるんですけれども、まあ、そこで一番こう 学んだことというのはやはやすべての人は自分でセルフコントロールをしているのでこういかにこう相手をコントロールしようとするような意図というか <laughs> そういう。 こう気持ちちを手放すすかってていいうどうしてもこうどしもも私たち自我というものがありますよねなのでこう自分のことを分かってほしいっていうことがすごく先に立ってしまったり自分の思い通りにしたいみたいな人のことも自分の思い通りに動いてほしいみたいな思いが先に立ってしまいがちなんですけれどもあのまあそういうことをまあ100%手放すってまあ人間の本質として難しいと思うんですがでも極力こう手放してこう。 お互いコントロールをしないされない関係性っていうえこれがこうまあもちろん親子関係夫婦関係もそうですし職場の人間関係もそうですしあらゆる人間関係においてそういうコントロールしないされない関わりっていうのを、まあ、非常に大事だなというふうにあの思ってます。あなるるほどです、ね、すすねごいいい共感とととこころううかかそそった関係性だからこそ自然と 結果的にその人のこう魅力とか能力とか才能というのもが引き出されてでお互いに、ね、いい刺激というか相乗効果が、ね、生まれていくような、はい、イメージがすすごい,効いて,てきますね,そうですねどうしてもやはりこうなんかお互い承認し合えるっていうそういう,こう日常生活の中でいかにそれが不足している人が多いのかっていうのは活動同士すごく感じるんですよね。で子供たちもそうですし あの大人もそうですしでなんかそういう中だとやっぱりこう人のなんか能力って開花できないんだなって思うんですよね。でそこがひとたびそういう,こう安心安全な空間でこうコントロールされない自由な空間だとするとこうすごく発言も自由でクリエイティブにもなりますしでそこからつながり合うこともねあの すごくしやすくなるし一緒に新たなものも生み出しやすくなるということですごく重要だというふうに思ってますうんいや素晴らしいですねなんか本当に今はも孤独だったり不安だったり、まあ、いろんなね葛藤を抱えてあのいらっしゃる方もいる中であの後藤さんのようなあの人とか活動っていうのが広がっていくことを通してあのすごくこうあのポジティブでこう一人一人の人間にとってあの愛ある 幸せなあの関係社会っていうのがあの現実になっていくんじゃないかなっていう風に聞いてて感じましたはい,い、はい、ではですね、えー、と今度ちょっと角度を変えて質問していってみたいと思うんですけどもあの今お話してくださったようなあの夢やビジョン、まあ、そして活動があったと思うんですがそこを例を始めていくようなそのきっかけですとか何か出会いもしくは発見のようなものが あの、あったと思うんですね。えー、そちらの聞かせていただいてよろしいですか。はい。 あのまあ、私自身はこうジャーナリストを志して、えー、ずっとこうアナウンサーをやってフリーになってそこで報道のお仕事もしてたんですけど、えー、そこでまあちょっとこう行き詰まったというかこう自分の人生の目的を見失ったみたいなことだったんですよね。なんか事実としてこの例えば虐待だったとかいろいろ悲しい事件事故のニュース伝えることは役割としては必要かもしれないんだけれどもなんかこれで本当に世の中は良くなるんだろうかっていうすごくこう葛藤が生まれてしまって。 なんかでそこでまあ侵略学,学んだりいろんなことを学ぶようになっていったんですけれどもそこでこう気づいたのは私はあのどちらかというとネガティブアプローチよりももうちょっとポジティブアプローチでこういじめをなくしましょうとかねあの 自殺はダメですよとか、ね、虐待はダメですよというよりはなんか幸せになれる人を増やすそんな情報を伝えたいなっていうそこに私の本質があるなとかあとやっぱり頑張ってる人をこうもっと第三者の方に伝えて応援するとかなんかそういうことが私のやりたいことだなっていうふうに思ったことがありましてで、まあ、それでマスコミという枠にとらわれず自分のフィールドでそういう活動をしようというのが、まあ、自分の転機になったんですね。 そして自分が良質な情報だとあこれは人々が生きあの幸せになれるためにとかもっとよりよくつながるためにとかもっと目標を達成するために良質な情報だと自らが思った情報を伝えていこうというふうに思ったところからじゃあまず誰から伝えるのっていうふうに思ってえそれで自分に問うた時にあやっぱりこうすごく自分をあの社会人として育ててくれた青森の地であの大好きな青森の人たち。 にまず伝えていこうと、えー、そんなことからまあラバーモリプロジェクトに発展したという経緯があります。なるほどですね。あの例えばなんですけど、そういったまああの他にもねこう、えー、発信をするようなお仕事まああのアナウンサーされている方とかもいるとは思うんですけど、そのまあお父さんのようなこう問題意識を持たない方もまあいらっしゃると思うんですね中にはあのまあそん中こ,こお父さんが あのそういった問題意識とか、うん、持っていくようになったっていうその理由みたいなのはご自身ではどのようにお考えですかそうですねなんかフリーにアナウンサーねフリーアナウンサーになったらその後女優業される方がいたりねタレントさんされる方もいらっしゃるんですけど、まあ、私の中では全くそんな能力もあの願望もないかったっていうのはも,もちろんありますしやっぱりこうアナウンサーは一つの夢で。 あの憧れの職業でなったっていうのはあったんですけどその後にやっぱりいろんな取材経験を通してやっぱり人がすごいもともと大好きなんですよね下町っ子で。だから人に興味があってでなんか取材活動でインタビューしたりとかいろんなところの取材でいろんな人の人生に触れるっていうのがすごく私の中では財産になっていてだからなんかそんな中からやっぱりこうだんだんとこうキャリアを積んでいくにつれてやっぱりこう。 世の中の人の役に立つために私はその報道という仕事を選んでるっていう放送という仕事を選んでるっていう意識があなんか出てきたというか,、うん、なんかそん例えばなです何かそのまああのお話できる範囲でいいんですけどこう特にこう印象深かったというかあのすごい自分に転機になるような,なんかそういった出会いとか。 ってあったんですか。ええー、天気ってなる出会いですか。そうですね。はい。なかなかあの普通に生きてるとこう生活してるそうそういった職業だからこそこう出会えたシチュエーションとか何かあったのかなっていうように今ちょっと聞いてて感じたもので。あ、ありがとうございます。 そのアナウンサーをしていての転機っていうのは本当に入社3年目の時だったんですけどあの駅伝中継の,あの実況のアナウンスとかをする仕事が、ね、毎年あってでその時こう中継地点ある中継地点任されて、まあ、すごいいろんな選手のこう取材を通して、ね、準備してるんですよね。でその時こうあの放送のいろんな技術トラブルで私のリポートをすることが全然できなかった年があったんですよね。で その時の打ち上げの時に。 なんか私自身がすごいこう泣けなんかすごく泣けてきて、でそれはなんか自分がなんか放送に出られなかったことが悔しいという感情じゃないっていうことが分かって、でなぜかっていうとあのその時すごくなんか病気を克服して頑張って街のために走るあの女性ランナーのことを伝えようと思ってたんですよね、でその彼女のことを伝えられなかったことがすごい自分が悔しいんだっていうことの自分の感情にちょっとびっくりしたというか、で実際にそのランナーはあの。 無事に助けをつないだんですけれどもでもた助けはつなげたその喜びもあったと思うけどでも強いランナーだったんだけれどもやっぱり何人か抜かれてしまって助けをつないだんですよね。でその 次の中継地点にいたあのアナウンサーにその彼女が助けを渡す時やっぱり泣いていたっていう話を聞いた時にあどんな涙だったんだろうとかやっぱそんなことに思いを馳せるとあすごくなんかそういうなんか人としての,その思いを伝えたかったっていう、うん、で私は何かその,その感情に自分でもびっくりしていやあ私はこういうことのためにこの仕事をしてるんだなっていってすごく自覚した経験が入社3年目にありました。 あともう一つはあの自分がすごく人生の目的を失って悩んだ時にあの、まあ、私の恩師ともいえる、まあ、青木聡先生という方がいらっしゃってその方のたまたま講演会に誘われていたのが本当に人生の転機でなんかこう物心ともにあの豊かに生きている大人というのが私の周りにその時いなかったんですよね。 何何かか例えば授業で成功するると何かを犠牲にしている自分のプライベートとか家庭とか犠牲にする例えば女性としてもあの仕事に生きるのであればなんかそういう女性としての幸せはなんか犠牲にするとかなんかそうじゃないと得たいものって得られないっていうなんか変な思い込みがあったんですけどあ本当にこう人生豊かに生きている人っているんだなっていう。 えー、そういう人に出会えたその後いろんなそういう素敵な方に出会っていくんですけど、えー、そういう方に出会えた理想とするこういう生き方がしたいっていう思える大人に出会えたっていうことも私の中で非常に大きな転機だったなと思っていますなので私自身がそんな大人になれたらいいなと思って、はい、成長したいなと思って頑張っています,あ,のです、ね、ありがとうございますいやかなりそのまあ今 なんていうんですよ、ね、ウランナーっていうねこう実際自分のこうあのやっぱり鍛錬してきたものをこうぶつけるその本番で出てくるそのご自身のパフォーマンスとそしてまああのね助けを出す時のその涙っていう言葉じゃないところでのこうメッセージ発信っていうところに、まあ、後藤さんご自身もこうあの何か感じるものがあってやっぱそれをこう、まあ、代弁できるポジションとしての,あの自分っていうところとか。 あのなんかすごくこう深いところでの,、ね、その,あのランナーやそれを見ているこう視聴者とのつながりというか,なんかそういったところであのすごくご自身の、えー、役割というか感じたということで、はいえー、すごく、えー、興味深かったですね。お時間の方が、えー、とちょっと迫ってきているんですけれども、えー、と最後にこうどうしても伝えておきたいことですとか、あのーまあ、この、えー、映像を、ね、ご覧になる 人に向けけたたメッセージをいいだけますでしょうかはい、あのラブアモリプロジェクトはですねつながることで何かが動き出すというキャッチフレーズをこう何気なくつけたんですけれどもその後私あのいろいろこう幸福学とかの勉強するようになってつながりこそが人の 幸福をを分けるるる決定的要因ででああととといいううデータがあるということを知ったんですねなので本当につながりって大事だなと思っていますし今こうやってオンラインでつながることもできる、えー、でやっぱりこう今分断されている世の中なのでますますつながりを感じられているかどうかってすごく大事だなというふうに思っています。でそのためにはやはやりこう あの話すという手段を使ったり、えー、やはりこう言葉を使って私たちコミュニケーションを取っているので、えー、そこを安心安全にお互いに言葉を交わし合う対話できるような、えー、そんなあ社会にあのしていけたらなというふうに思ってますしあの皆さん自身の,その価値を高めるためにもです、ね、私が何かあのお手伝いできることがあったらあの最大限あの貢献していきたいなというふうに思っていますので。 ストが固まりまりした <laughs>。大丈夫です, <laughs> あ、はい、いすみません、えー、とちょ途中で少し、はい、音声があの私のほうですかね。<laughs> も,はい、もしあのよろしければ、もう一度だけそのメッセージいただけますか。はい、申し訳ございません。はい、わかりました。何、はい。何喋ったかわかんないから、また違うことになるかもしれません。<laughs> 大丈夫です。はい <laughs> はい えー、ラブアモリプロジェクトはあの開始の当初から「つながることで何かが動き出す」というキャッチフレーズで活動してきたんですね。でその当時は知らなかったんですけれどもその後幸福学を学んだりしていくとつながりこそが人の幸不幸を分ける決定的要因であるという研究データがあるということも分かりました。 えー、まさに本当に温かなつながりが私たちをこうあの幸せに安心して暮らせるようにしてくれるなっていうのを実感としてありますし今はこうやってオンラインでもつながることができる、えー、ただ分断されている社会でもあるのでまさに本当つながりを感じられているかどうかってこう私たちの,あの生活にすごく重要だなって思ってるんですね。でそのつななががるるためにはやはやりこう話すという手段をを通じて言葉を交わしららあらゆる場面でこう 私たちコミュニケーションをとってつながり合うと思うので、えー、そんな話すということ対話することを磨くことだったりとかよりよくつながれる方法を磨くことだったりということを、まあ、皆さんにお伝えすることで皆さんがより幸せに、えー、すごく大切なつながりを持てるようなあ幸せな社会に、えー、していけるように私も貢献していきたいというふうに思っています、はい、どうもありがとうございます。 人のこうつながりからこう誰もがもう物心ともに豊かな社会にねしていく、そういったビジョンをお持ちで活躍されている後藤さんのお話、はい。本日、貴重な時間ありがとうございました。えっと、ではですね、これにて、はい、本日インタビュー終わっていこうと思うんですけれども、改めまして NPO 法人株青森プロジェクトで代表理事、 えー、そして体調をされている、えー、後藤せやんさんのお話でした。後藤さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。